するな。私がいる。オリンピアの様子はどうだった、アスフィ。どうしたもこうしても見ての通りです。灼熱の結界により内部をうかがい知ることさえできません。タラリアで接近を試みましたが、危うく灰になるところでした。オリンピアは完全に外界と遮断されています。第一級冒険者が束になろうと突破することはできないでしょう。そんな、それではヘスティア様のもとには行けないということですか。少しは空気を読んでくださいよ、ヘスティア様。なんでこんな時に引きこもるんですか。リリ殿、クラネルさんも見つかりませんでした。少なくともこの集落近辺にはいない。都がある北側は炎人や炎獣、化け物どもで溢れてる。まともに近づけやしない。この光景があのオリンピアなんて誰が信じる。地獄ってものがあるならこんなところなんじゃないのか。でもヘスティアが、いえウェスタが大炎災を最小限に食い止めた結果、あの結界を張り巡らして祭壇を築いていなかったら、この景色よりもっとひどい惨状が下界中に広がっていた。ああ、そして聖火の女神は自らの命と引き換えに汚れた炎を浄化しようとして。今は小康状態。ヘスティアが炎を掌握するまでの準備期間といったところか。天の炎を用いて再現したあのアエデス・ウエスタが真に完成したとき、生贄の祭壇は起動する。まさにパンドラの箱か。ヘスティアという希望が自ら箱の蓋を閉め、破滅の蔓延を防いでいる。およそ彼女の真意通りに。犠牲になるためにこのオリンピアへ。エルメス様もエヴァエストス様も全てご承知の上だったんですか。そうよ。これは神々の負債。神が決着をつけなければならない後始末。眷属の物語ではないとヘスティアはそう決断した。オラリオもここにいるヘファイストスもそう判断した。だからヘスティアを止めなかった。それだけさ。だからってこのままじゃヘスティア様が。少なくとも
ヘスティアを見殺しにすれば下界は救われる。ユメス様。だがもし、それでももし蓋を開き箱の中に入るというのなら、エルピスが必要だ。ヘスティアとは別の、もう一つの希望さ。どうかしたんですか？あさっての方向をじっと見て。祭壇の力が増している。え？いや、なんでもない。先へ進もう。なんだ、あの人型の炎。炎獣じゃないみたいだけど。さあ、わからないな。ただ炎獣と違って、あの炎たちには個体差があるようだ。嘆いているもの、うずくまっているもの、前触れなく暴れ出すもの。行動に一貫性はないが、ひどく情緒不安定だ。こうして隠れればやり過ごせるけど、まともに捕捉された時はどうなるか分からない。炎獣の他にもあんな怪物がいるなんて。もうダンジョンと同じくらい、オリンピアには安全な場所なんてないのかもしれない。リリー、ベルフ、みんな、それにイリア、どうか無事でいて。逃げてる小娘がいると思ったら、あなた、オリンピアの巫女ね。女神の中の女神、超慈悲深いこの私が助けてあげたけど、これからどうするか選ばせてあげるわ。仲間の情報を売って私の庇護下に入るか、私の奴隷に落ちるか、どっちがいい？
その身を魅了してあなたの人形に変えていただいても構いません。ですからどうか私の願いをお聞きください。巫女のくせにずぶといわね。いいわ、聞くだけ聞いてあげる。何を求めるの？